愛系ディズニーみたいなのに血色のない人が映っちゃってたからチーク見た。チークつけたよ。美女と野獣？これ何？なんだ？まわ。シンデレラ。この靴はシンデレラ。ジャックイメチェン。パワージャックイメチェン。色が落ちてたので入れ直しました。どうですか？でここのを作ってみた。挑戦。インスタを見つけたの。挑戦。まあこうやって減らせるしね。量減らしたらただの触覚になるし。せるか分からんけど弱イメチェンです。
がとうございます。うんうんうん、板島のみかん狩り今日やったんですか？送ったメールが返ってきた。MA で開始好評よかった。ドゥドゥドゥ、ちょっうん、写真が消えてるし、はあ。OK。神子様グッズ？あなたのどこに送るの？どういうこと？送ってくれないでしょ。送ってくれないでしょ。こんばんは。ギフトありがとうございます。
横線と壁紙の縦線、すごいなんか斬新な褒め方ですね。ウケるね。冬ですね。映画館のチケットを間に合ったら武道館見れてたのに涙レッスン終わってまう時間あったので美容院に行きました。靴底はアルフか何かくっつけましたか？捨てましたよ。そんな頑張ってくっつけてまでしてもう履かないよ。捨てました。クリスマス、このハートが可愛いからね。こういう言ってこのここの指でこう直すふりをしていっぱい写真撮りました。どういうこと？こっちだったら小指なんだけど。これはメールで送ります。このハートを見せたいだけの写真。さあ、こんばんは。いや、茶色一個壊れちゃったのでね。誰か早めに
早めに来てくれるサンタはいないですかね。あと1ヶ月も待てない。早めに来てくれるサンタいないかな。どっかに。こんばんは。こんばんは。泡で懐かしい。泡でもサンタクロースやってきた。懐かしすぎ。もうなかったですか？売り切れてた？え、ネットないよね。ネットが速攻で売り切れた。だよね。だってえげつないぐらい可愛かった。涙すぎ、涙サプライズ。マジ？すごいな、そんな、すごいな、レベルが違うわ。レベルが違う。ありがとうございます。こんばんは。どれぐらいカットしたか切ってないですよ。切ってないもん。切ってないです。ここを作ったわけです。と前髪整えただけ。テレ朝かなんかで
ありますか？卒業特番違う、まだそのお知らせ出てないか。最速配信みたいな。フォローしました、ありがとうございます。結構いいんじゃない？飽きるかなこれ。すぐ飽きてもいいぐらいの量にしてもらったんやけど。まあいいか。こんばんは。ニットセーター？ニットじゃない。なんていうかわかんない、タオル生地のアディダス。ガラスの空気、ありがとう。私もガラスの靴持ってます。ガラスの靴シンデレラよね。昔からアディダス派です。ガラスの靴。
ちょ忘れた。ちょ忘れた。なんかシンデレラになる動画撮って、アイコともらったやつ。アイコと選ばれてもらったやつ。うん。かわいい。さんとちゃちゃうそれじゃないそれちゃうな。何やったかね。私もあんまり覚えてないけど。そんな鮮明には覚えてないけど。え、いつの話？いつの話だっけね。ドゥ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 。みーけ、あいこちゃん紫？ピンクじゃん。え、かわいい。あいこピンク持ってる。かわいいな。あいさ黄色。いいんだよ。グッズ。
2年前。私も死んでるな。死んでるです。こんばんは。こんばんは。いい色ですね。透明感美少女の色でって言った。透明感美少女カラーで。いい色。ギフトありがとうございます。これね、ちょっと色が落ちてちょっと明るくなって成人式ぐらいだと思います。メカットを作った。ファン。これをインスタで見つけてしまって言っちゃったよ。やりたくなったから。ハートありがとうございます。こんばんは。
命助かる面白い。どう、あんまどう、女の子受けなんかな。朝は可愛いって思ってやっちゃったの。あんま刺さってない感じ。まあこうやって普通にもできるんで、ギフトありがとう。いやー、はにちゃん、はにちゃんはコロコロ変わるから、髪型そんな分からんけど、あんま真似してないけど、このレイヤーはレイヤーシャギーな、な、なにな、なにこのレイヤー、ここ斜めにするのはハニちゃん。ハニちゃん短くて、ここ斜めにするのはハニちゃん。本当？イエーイ。ここハーフツインして、ハーフツインしてここを残すしてる人を見つけたんだよ。これはなんか可愛かった。日の間違いは分かりません。もう論外です。悲しいです。こっちは泣きたいです。前髪が幅広、触覚なし、一番強い髪型、可愛い人しかできない、こう、ここ、ここまで前髪なんかな、分からんけど、幅が広くて触覚なし、ここ
触覚なしでこうここ前髪埋まっとんやけど、でツインとかする髪型が好き私は。でツインも可愛い巻きじゃなくてめっちゃ感覚じゃない海外があるみたいな、クククク細かい巻きのやつが好きです。推しです。推しヘア。ただの部屋着ではもうやで、レッスン着ですね。ただの部屋着って何？パジャマってことですよね。これはレッスン着です。死ぬ。死んでます。今すぐ美容師さんに感謝のことをする。それは面白い。それは面白い。ラフなスタイルを全部パジャマだと思うな。アリナさ、パジャマにしないよ誰も。イソちゃん、イソちゃん何色になったの？イソニャン、え？ピンク？紫？ピンク？すごい紫みたいなっていう衝撃。衝撃。かわいい。かわいい。かわいい。あ、赤？な、赤髪？赤まではいかんけど、ちょっと赤入ってますみたいなのもちょっと憧れる。赤
憧れる秋けど赤みを消す方にしました。赤み消しカラー、色素薄い系の赤とか入ってたら振り袖に合わないから、今は無理やな。見てたな。いや見てないです。でもなんかツイッター、X のしてるの回ってくる。うん、おすすめ欄すごくない？アンジュルムさんの公式ファンの方のさ写真おすすめ欄がほぼこれめっちゃ回ってきてる。うん、髪の毛可愛くない？みんな、なんかキラキラついてる髪に キラキラだから見た。私も見たい。初恋花火へ、儚せつないつかは散るなんてやだ。ゆるりだ冷え儚いゆるりだディレトゥトゥトゥ憧れ。その曲めっちゃいいかな。新しい2曲どっちも神曲。スカスチークタコにはグリチー涙が流れる時もあるけど、いつも本気ですごいですよね普通に6月に横浜アリーナに立って、11月に武道館に立ってるグループすごくない？普通にかっこいい。憧れ。すごすぎじゃろ。ありがとうございます。
イーストありがとう。え、バルトイレブンに行ったの？めっちゃ人いた？満席？どんな感じ？こんばんは。すごっ、ガチでガチで映画館で見たかった。アイさんガチで、すごいな。映画館って何コールするんですか？みんなコールする？静かに見る系？大器晩成。こんな人生。ひっくり返す。コールしたかったね。あと、ありがとう。掴みたい。これするやろ。行ったらやるやろ。曲がいい。曲が好き。ではそろそろ終わりたいと思います。ランキング読みます。13位アリンコ、12位ミタケさん、11位フェルナンドさん、10位フコウさん、9位アヤさん、8位バンジャロさん、7位ココリダイチキ星人、6
6位星みつさん、5位コジ、4位ひとりごとさん、3位キモツンツン、2位ひろたんたん、1位はドルルン、そうちゃん、ありがとうございます。よーこらしょ。では金曜日頑張ってください。ファイティン。ファイティン。では